いつも見てくれてありがとうございます。映画、デッドデッドデーモンズ、デデデデデ,デストラクション、全章の映画を見たので、ネタバレありで感想を言いたいと思いますので、よろしくお願いいたしますと。はい。まずですね、えー、結論からまあ、言いますけども、えー、まあ今すぐ映画館に行けっていうのが僕の感想です。はい。今すぐです。ちなみに、僕がの友達、まあ、一つ上の先輩なんですけども、 まあ、ほぼとも友達なんですが <laughs>、えー、つまらないと言いました <laughs>。つまらないと言ってました。はい。あーだから、僕が友達と一緒に行く理由の一つとして、その自分の意見とは違う感想が知りたいんで、まあ、成功だったかなと思いますんで、もちろんですね、僕はもう映画館に行けっていう、うんまあ、感想なんですけども、はい。 まあその友達に聞いたら多分いかんでいいんじゃないって多分言いますから <laughs> まあちょっといろいろ考えてますちなみにおすすめな人は日常系要するに軽音とかボッジザロックとかあるじゃないですかあれが好きな人はおすすめだけどもおすすめじゃない人はまあそういうほのぼの系が嫌いだよっていう人とあとその残酷シーン血がブシャーってなるとことか 命がヒエーってなって、うわーってなるようなのが嫌いだよっていう人はね、正直ちょっと合わないと思います。はい。けど別にそういうの気にしないよっていう人は、もう全然おすすめ。うん。もうもう見に行きましょう。今すぐに。迷ってるんだったら今すぐにです。はい。で、前半後半ある二部作なんですけども、ま、とりあえず見てって話。あと後半でも同じこと言うつもりなんですけども、ま、それでも私はちょっと、あの、なんだ、まだ私はちょっと、 警戒心強いので、そう言われましてもね、ってちょっと話、内容したないと私いけないんですよっていう人は、実は DMM っていうね、そのサービスがあるんですけども、そこでね、その無料で4巻まで、全12時間まであるらしいんですけども、4巻まで無料で見れるんですよ、今なら、今ならね、はい、2024年3月28日の今なら、えー、期間は分かんないけども、 あ,のある程度の危機感まで無料で読めるんで4巻まで読んでから行ってもいいんじゃないでしょうかはい、まあ、もしくはもう僕の話を聞いて見に行ってくれると超最高ですはいもう超最高、まあ、あの魅力をちょっと頑張って伝えていきたいなと思ってますんでよろしくお願いしますでまずですねこの映画の物語の魅力を、まあ、ズバリ言いますとはい 永遠に変わらないつまらない日常は実は永遠じゃない幸せだということを描いているところです。いいいままはは回言したね、はいまあ、どういうことかというとですね、まあ、説明する前に、まずですねこの作品のあらすじや魅力その物語の魅力ですねで、そしてそれらを説明した上で今の言葉を詳しく話していこうと思います。はい ではまずあらすじですけども、早い話、アニメの軽音ですけども、はい。もうかりました。早い話、もうアニメの軽音ですよ、軽音。ギターのね。君がいないと、い,い,いつもハートドキドキのあれあれ、軽音です。はい。もうそんな感じですね。その日常パートは。ただ、その空には巨大な UFO があって、宇宙人と秘密道具が出てくるよと。 で日常系ほのぼの残酷、うつ、ドキドキファンタジー映画と言えます。もう一回言いますね。日常系ほのぼの残酷、うつ、ドキドキファンタジー映画だと言えます。なんのこっちゃっていう感じだと思うんですけども、まあ、そんな感じかなと思いますで。詳しく話していきますけども、映画の冒頭で、いきなりですね、千葉県沖に突然、あの巨大な円盤型の飛行物体、通称、母艦が現れますと。 で冒頭から戦闘機やら何やらで緊迫シーンから始まりどうなるんだどうなるんだという展開から始まりますもうここですでに面白いんですよねでちなみにすごいそのシーンってすごいリアリティがあるのはなんでかっていうと実際にその自衛隊の方かちょっとわかんないですけどその戦闘に詳しい人があのプロの方に鑑賞して監修してもらってるらしいんですよだからリアリティがあるんですよすごくない、うん、すごいよね、うん、すごいと言ってくれはい そして、母艦は、東京上空を飛行中に、米軍による新型爆弾 A を投下されて、東京は人体の被害を受けることになりました。はい。つかみはいい感じです。まあ、言ってみれば、あれですよね。エヴァンゲリオンの,あのファーストインパクトみたいなもんですよね。ちょっと規模小さいけど、そんな感じ。うん。で、そして、それから3年後の現在の話になります。それ、過去の話で、現在の話はそこから3年後の話ですと。 A, A の投下による被害者は5000人を超える人体なものとなりながらもあの日以降ね母艦は時速5キロの速度で東京上空をあ冬、回遊するようにとどまり、えー投下えー、都民は母艦の下で日を取り戻していきましたとで母艦はずっと常になんか変な声ワーン、ウィヨーンとワん、ンってなんか音が出てるんですけどね、はい、高校3年生で担任の渡良瀬に恋する 小山楓は親友の中川オーランをはじめとした仲良しグループの4人と過ごしながらも、A による健康被害を訴える市民活動に楓の恋の行方は頭がおかしくなったお母さんと今後の行方はもうすぐ卒業、将来どうなるの、高校の友達は大学生になってもず,ずっと続くのかな、そんな不安もありながら辛い日々も楽しい日々も過ぎ去っていく。そして、 ある時忘れていた記憶が蘇る。果たして運命はいかにという話です。ちょっともうごちゃごちゃしてるんで、まあ、簡単に言うと、メガネっコの主人公の楓ちゃんとツインテールのオンタンで、あと栗原紀子ちゃんっていうなんか栗頭のね、うん、女の子とデモトアイちゃんと平間凛リンの5人グループの日常的な 世界が描かれるわけですよ。でも主人公は恩ン,ンと楓ちゃんなので、まあ、2人をメインに描かれているわけですけども、そんな日常的な中で、えー、この映画は進んでいくわけです。はい。もう恋ね、先生に恋する楓ちゃん。で、頭がおかしくなったお母さん。なやあるよね。そういう日常、悩みが。親とうまくいってないことなんて、普通にざらにありますよ。うん。で、しかも将来のこともね、 もう僕も高校生の時に将来進学するのとか就職するのかとかいろいろなっていやようわからんしなとか思ってたけどもそういうよくある悩みですよそういうよくある悩みをこう描いてる映画なんですよだけどもその中でその上には非日常の UFO があるよっていうそういう話ですはいではこの映画の魅力を一つ一つ話していきますまず一つ目はですねもう みんなもご存知の通り、もう映像美ですよ。もうこれは、もうここは回避できない。うん、とにかく映像が綺麗で、スラムダンクの映画を見ていて、まるで作者の自身のね、絵が動いてるんじゃないかっていうぐらい、すげえ衝撃ありましたけども、ででででで、でも、えー、もうハイクオリティですよ。やっぱりご存知の通り、やっぱ作者の絵がですね、やっぱ動いているのはもちろん、背景も半端ないクオリティなんですよ。もう背景すげえ半端ないクオリティ。 もう全然手抜いてないんだからよくわかる。しっかりやってるよねっていうのがよくわかるんだ。っていうのがすごい伝わってきますし、あとそれもそのはずで、実はこの映画も原作者自身、浅野仁雄さ,さんが、先生が監修してるんですよ。で、キャスト選びから演出、映像、脚本がっつり関わっているそうです。なるほどねと。よく映画化、映像化するとさ、なんかさ、なんか面白くねえなとか思ったりするけども、作者自身が監修してるんだと。 なるほどと。しかも、ちょっと脚本とかだけじゃなくて、脚本だけじゃなくて、そういう演出とかいろいろ全部だ出してるんだって。で、インタビューで言ってたんですよ。作者自身がね、発表、完成発表会で言ってたんです。YouTube でも流れてるんで、ぜひ見てください。はい。なので、えー、しかも芯に関してはですね、なんと100以上のリテイク出してるんで、もう要するやり直しですね。やり直し。 出してるんで、のの入りり方がが半端ないのが分かります絵や漫画、演奏、フィギュアといった、まあ、種類何でもいいんですけども、作品を作った方は分かると思うんですけども、一生懸命作ってると、まあ、ここはこれでいいかって妥協するところとかね、手を抜くところって絶対出てくるんですよ。うん。で、学校のテスト勉強でもそうですよ。あの、英語のテストは捨てようかなとかさ、あるじゃないですか。とか、この項目はちょっと時間がないからざっくりでいいやとかさ。 で、そして映画作りでもそうなんですよ。どうしても時間が限られているし、力不足というのもあって、実力不足で、ねうん。ここの部分はクロティー低いけど、まあ、しょうがない、これで妥協しようっていう部分が出てしまうものなんですよ。で、その証拠に、例えばネットでさ、いや、プロなんだからそんなことありえへんやんと思うかもしれないけど、ネットでちょっと作画崩壊って検索してみてください。もういくらでも出てきます。はい。プロでもそういうことあるんですよ。うん。 で作画だけじゃなくて、脚本とかでも言えることなんですよね。実は。脚本でも、うまくここのシーンうまくいってなくても、もうこれでいいやっていうことってあり得るんですよ。書いたことはある人はわかると思うんですけど。しかし、ここの、この映画では妥協がほぼないんですよ。まずないんですよ。もう全部本気。で、さっきも言ったけど、プロなんだから本気は当然だろっていうふうにね、意見出ちゃうと思うんですけども、わかるんですよ。でも、しかしですね、プロでも本気じゃないやついるんです。はい。いるんです。 言ってみれば例えばサラリーマンだってある意味プロですよねもう本当にプロですよでも変なやつとかやる気のないやつっていっぱいいますよね出会ったことないですか僕はめちゃくちゃいますよはいもう本当にプロだから当たり前だろって言うけどやらないその当たり前を,をやらない人だっていっぱいいますはい僕だってさその疲れてる時とかさいつも100%じゃないのよ やっぱり仕事やってる時ってどっか気が抜けたりとかさちょっとあの部分的にその休憩したりするところとかあるんだってやっぱりどうしてもねうんで芸術分野の現場だってそうなんですよでもちゃんと前に引っ張ってこのだらけるどんな真面目な人間だってだらける部分とか力不足な部分あるんだけどもそれをちゃんと引っ張って引っ張ってその最高の高いクオリティ にその仕上げ上げげてててるるる作りっううのがねもう分かるのよだからこの作品熱いんだなと思います。もうそのストーリーが面白い何だろうえストーリー面白ければ全てよしじゃないんだよね。やっぱ一つ一つの細かいところが積み重なってって面白いんですよ基本的に映画っていうのは。だからこの映画の面白いこところはこれダンって言っておしまいじゃないんですよね。うん、こういういなんか 一つ一つのところが組み合わさって面白いが完成してるんで、なので、この映像美っていう意味では、もうすごいもう伝わってきますよね。うんうん、で、事実、実はね、この映画、完成発表会、作者がですね、完成発表会ですけども、映画公開までにリテイクして、また違う作品になってますってコメントしているんですよ。 でこの映画は前半後半の二部作なんですけども、本当はですね、4月19日に交渉が公開される予定だったんですよね。だけども、このクオリティじゃダメだということで、5月24日に延期したそうです。うん、延期したんですよ。でえ、それってそんなにすごいことかって思う方もいると思うんで、ちょっと言いますけども、すごいことです。はい。 で仕事してる人はね、よくわかると思うんですけども、もう合格点な仕事をしたとするじゃないですか、完成しましたと。その80点のクオリティでいいですよって言って、まあ、85点の作品ができたら、まあもう、提出するじゃないですか、うん。で、そう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 。で、もう、合格点いってるにもかかわらず、さらにねあの、その仕事を1ヶ月先に伸ばして納期をね。で 待ってくださいと。クオリティを100点まで、ま、に上げたいですと。1ヶ月先までにちょっと延期させてくださいと。っていう人って、まあもちろんものによるけど、なかなか少ないと思うんですよね。で、納期もあるしさ、だって、納期あるんだよ。納期あるんだけど、それを1ヶ月伸ばす。うん。時間になって限られてるし、コストもあるんだよね、コストも。ただじゃないからね。うん。 いやあの在留費かかってないよって言うかもしれないけどいや人件費かかってるからね、うん、であと他に仕事あるんだよ伸ばすってことは他の仕事をずらすってことだからその他の仕事だって大変なことになるわけですよ、うん、他の仕事だって納期あるからそればっかりやってたらどん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 あの納期ずらしてずらして他の仕事もずらすことだからえらいことになるわけですよ、うん、な,なんでそのものにもよるけどもやっぱりみ自らやろうって っていうのは、なかなかできないんですよね。でも、それをやってるってことはもうす、やっぱすごいんだよね。っていうのは伝わってくるんです、僕は。はい。もう、あ、つまり、もう俺見てて、あ、もうこれ、半沢直樹の世界やんと。もうドラマ見てる気分だったんですね。もう、あのテーマ曲が、ね、テーマ曲、ドゥー、ドゥルルっていうのがすごい流れてきて、ね、熱量高まります。はい。で、魅力二つ目はね、キャストです。ここもやっぱ意地、もうみんなが言ってるから、今更でしょって思うかもしれないけど、まあ、やっぱ避けては通れないよね。 うん、もうご存知だと思いますけど、夜遊びの生田りらさんとあのちゃんですよね。あのちゃんが声優するツインテールの温タンは、やっぱりですね、あの声はやっぱ、まあ、確かにもうあのちゃんしかねえなと思いますもん。すごい。う声優選びすげえわと思った。もう思うもん、本当に。あのちゃんがいいっていうのもあるけど、やっぱあのちゃんと温タン合ってるよって感じ。うん。もうそれしかありえないよねと思っちゃうし、 でしかも、あのちゃん、なんと声優やったのこれが初めてって言ってたんで、まあ、十分素敵でした。もちろん、あまあ、ちょっとああって思う時もあったけど、でもそんなの気にならないぐらい、すごい素敵な声優力でしたね。で、もう一人のね、門根の声を担当した生田リラさんも、やっぱ最強、プロ顔負けぐらいな感じ。まあ、プロの人で、いやいやって言うかもしれないけど、でもそれぐらい素人からだと、もうすげえ演技力だなと思いました。もう DVD 買おうかなと思ったぐらいです。はい。 で、あと何気にですね、イソベアンの杉田さんとデベコのタラコさんの声も言うことなしですよね。あの、映画の最後のボエンディングのところにね、タラコさんにうんたらかんたらっていう追悼の文章もありました。うん。まあいいよなと思いました。DVD 買おうって思いましたもん。二度目だけどね。もう二回ここで言ってしまうぐらい本当に良かった。うん。ちなみに声優の A で、 オーディションも原作者の浅野さんが参加していて、アナちゃんがね、現場の空気を変えた瞬間に、ああ、この子しかいないんだなと思ったそうです。で、また、門手の声優選びなんですけども、普通の女の子だったら、角手って普通のノーマルの女の子だね、基本的に。だから、原作者はすぐ決まるだろうなと思っていたら、実はそんなたやすいことじゃなくて、やべ、なかなか決まんねえぞ、いい人いないぞって思った時に、その、紹介されて、いくた リラーさんを紹介されて声を聞いた時にあこの人しかいないって思ったらしいんですよね。で、もう作者自身、原作者自身がいやこの人でお願いしますって推しで言ったそうですよね。はい。であと魅力3つ目はですね、ストーリーですよね。うん。まあといってもストーリーっていうのは演出だったりキャラだったり世界観、テーマなどなどいろんな要素が積み重なって、あのー、ストーリーができてるんで、ストーリーって言ってもなんかちょっと大きいんですけども。 うん。まあ、キャラクターは言うことないよね。もう全員さ素晴らしい。キャラ素晴らしい。ンタもそうだけども、その、角出ちゃんもやっぱいいし、いやもう何でもいいよ。もうこの、栗原希穂ちゃんもいいし、トア愛さんもいいし、平間りんもいいし、いや全員最強でした。はい。キャラ最強。キャラ最強です。はい。うん。で、うん、キャラあってのも物語ですからね。で、まあ、ストーリーの良かったところを言いますと、 まあ序盤のの戦闘シーンかから始まるのも良ったですよねで実は原作の漫画では映画の冒頭の戦闘シーンはないんですよ。はい、でまた映画終盤で温暖の記憶が蘇るところあるんですけどもあれも原作とタイミングが違いますと。蘇るタイミングですね、はい。あと金髪の男の子とか登場するんですけどもあれもタイミング違いますと。 あと、温タのお兄ちゃんのヒロシも、セリフが微妙に、ね、カットされていたりとしていたんですけども、僕は映画の展開も大好きでした。で、余談ですけども、今ね、DMM では、無料でデッドデッドデーモンズ、デッドデッドデストラクションが四巻まで無料で読めるので、4巻まで無料で読めるので、えー、コミックで読みたい方や、僕みたいに映画との違いを知りたい方は DMM でご覧ください。 別にお金かもらってませんけど、紹介します。ちなみに僕も前回読んでなくて、読んでないんですよ。DMM で無料のところ3巻まで読んだだけなので、ネタバレコメントは絶対にしないでください。絶対にしないでください。お願いします。まあ、のごめんなさい。消しますからね。<laughs> もうこれ読聞いてなかったから死なんて言っても俺消しますからね。文句は絶対言わないでください。<laughs> ダメです、はい。ネタバレしないで。ただ、えー、っと、映画から、 映画だけを見て予測したコメントはもう全然書いてください。私はこう考えてますよっていうのはね。いいよ。だから前回読んだ上で私はこう考えてますよっていうのはやめてください。<laughs> やめて。<laughs> ネタバレちょっとやめてください。はい、うん。で、うん。まあそんな感じで。さて冒頭でテンション上がったけどその後の展開はほのぼの系になりますって言いましたよね。うん。で言ってみれば軽音ですよ。 うん、ボッチザ・ロックって言いましたよね。で、主人公の恋とか、友達の喧嘩とか、親友のたわいない会話とか、出演とかいろいろ、そういう懐かしさや、そういう、そう,そうそうそう、そういうのあったあったとかいうようなエピソードが僕たちの心をキュンとさせるんですよ、この映画って。うん、しかも、あのまとわりつくその,あの空気感、その、わかるよね、あの空気感あの。リアルにいる空気感ね。まるで自分もあの教室にいるようなふ。 雰囲気にしてくれるあの映像ビークエリアリティがとても良かったですよね。うん、さっきも言ったけどね、うんで。あと友達に恋人できるとさ、めっちゃ悔しくなかったですか。で、一緒にいる時間も少なくなるしさ。うん、で、あの寂しさも思い出してくれるわけですよ、うん。で、これがこの映画の魅力なんだと思います。一つだよね。うん、でそしてそんな日常、ね、暮らす横で巨大戦艦が上空にいるという非日常という日常。 それがこの作品のもう一つの魅力で、ほのぼのの,ほの,ぼの,の日常物語なのに、非日常が常に存在していることが、物語をね、この物語を引っ張る推進力の一つになっておりますと。えー、例えば、ジャパリーハウスあるじゃないですか。あの、ジャパリーハウス今日もドッタンバッタンよろしくねっていうアニメのやつ。あれも第一シーズン見てると、その、人間が一人しかいなくて、 でどうもあのジャパリパークっていうパークらしいんだけどだけど人間はその子以外いなくて滅んでてでその動物たちあの人間とコミュニケーションを取れる動物たちがその謎を追っていくわけですよでなんでその普通に物語はその女の子が脱出っていうかもう一人人間を探すっていうか脱出する物語なんだけども この世界観がその世界が滅んでるってとこは全然触れてこないわけですよだから僕たち見てる側としてはで結局そのなんだ世界ちょっと滅んじゃってるけど人間他の人間たちどうなったんだろうっていう謎があっていつ解かれるんだろうなって言って気になりながらも主人公の物語を追っていくからず,ずっと気になっていくわけじゃないですかこれも一緒で UFO があるにもかかわらず全然 まあ触れるパートもあるんだけども基本的には主人公たちはそれはあんまり触れずに、まあ、触れてはいるんだけどもでもそんなに触れずに日常を描いてるわけですよそうすると僕はその見ていてあ,あこういうふうになってるな主人公はこういう気持ちで恋してるんだなと思いながらもで UFO はっていうふうになってんのよずっと、うん、それがすごいね支えてんのこの物語をあの見,続け見続けようっていう気にさせてくれるのよ、うん、素晴らしいよね コナンで言う、あれですよね。黒の組織ですよね。黒の組織っていうものがありながらも、あの普通のただ単に黒の組織とは関係ない事件パートが見れるのは面白くね。あの、謎解きっていうのも面白いんだけども、で、黒の組織どうなってんだろうって思いながらも、今日は黒の組織は関係なかったのかとか思いながらも、目が離せなくなっちゃうわけですよ。何でもない話ですら。うん、っていうふうに、ちゃんと、 二重構造、三重構造になってて、あの、素晴らしいっていうのが <laughs>、この物語の魅力の一つだと思いました。で、その UFO もさ、実際にさ、人類を攻撃するわけじゃないんですよ。それがまた不気味なんだよね。攻撃してくるんだったら、ま,まだ死もだ、ね、よ。まだ死も。でも、何も起きないわけですよ。攻撃するわけじゃないから。なんなら起こしてんの人間だしね。攻撃してるから。いやいやって。話し合いできないけど、攻撃するみたいな。で、 じゃあ何も他とけばいいのかっていうとそういうわけにもいかないよね。うん。だからすごい常に不安や恐怖、壊す、あと壊される常識ですよ。うん。その今まで日常で UFO なんか存在しないの目の前に存在してる。だから常識が壊れるわけですよね。うん。壊される常識。で、今後実際何が起こるんだろう。でもいくら考えたところで何も変わらないわけですよ。その主人公。 普通の一般人からすると、どんだけ考えようが。うん。で、やっぱり目の前にある現実を叩こうとするわけですよね。いくら考えても、UFO があるっていうこと自体はもう変えられないからその、その前にテスト勉強を頑張るとか、そういう目の前にある現実を戦おうとする現実があるわけですよ。で、これってつまり、今の現代そのものですよねって話が言いたいんですよね。というのも、 ウクライナとロシアの戦争はいい例じゃないですか。あと中国と台湾とか、えー、その攻撃的な国のね、隣にある国はなんと日本ですよ。ま、普通の隣に。北朝鮮の隣、日本。中国の隣、日本。えー、ロシアの隣、日本。はい、やばいですよね、はい。あとコロナによる混乱もあったし、大地震もあるし、アメリカの9.11もあるしね。 で世界でたくさん人が死んで、今、現在、進行形で、みんな苦しんで死んでるわけですよ、うん。で、苦しんで死んでる人がいるし、日本だっていつミサイルが飛んでくるか分かんないわけですよ。で、このまま平和のままじゃいられない、このまま平和のままで終わ,終わるわけないんじゃないかっていう不安や恐怖があるんだけども、僕たちは、普段と変わらない日常を生きてるわけですよ、やっぱり。 そういう常にそのやばい状態が起こる可能性はあるんだけども恐怖とのでき恐怖の出来事がいつ起こる可能性がいつだってあるんだけどもまだ起きてないんですよで仮に僕がめちゃくちゃ考えたところで僕一人がなんか行ったところで変わらないわけですよなので今目の前にある戦いを頑張らないといけないわけですでまさにえこの映画は この映画そのものそもなんだと思いましただから心に突き刺さるし共感できるんだと思うんですよね。気づい、気づいてるけど気づいてない。えー、分かってるんだけど忘れてしまうってうやつですね。はい。 では、冒頭で言った話をこの流れで詳しく説明しますと、もうほぼ半分言ってるんだけども、この映画の魅力はもちろんいろいろあるんですよ。いろいろ全部積み重なって、この一つだよっていうことはないんだけども、でも大部分の中学っていうか、もうこれテーマとはまたちょっと違うかもしれないんだけども、中学を担っているのは、やっぱり永遠に変わらない、つまらない日常は、実は幸永遠じゃない幸せなんだっていうことなんじゃないかなと思いました。もう一回言います。えー 永遠に変わらない、つまらない日常は、実は永遠じゃない幸せだってことですね。はい、で僕、サラリーマンです、普通の。はい、で別に YouTube で収益化もできません。はい、あの副業になってしまうんで、まあ、ブログ的に書いてるだけです、はいで。明日仕事あります。もちろんあります。明後日僕、あさって土曜日なんですけども、仕事あります。はい、あのサービス系の仕事なのであります。はい で気が抜けないですよね。真面目にやってますよ。気を張って仕事をやってる最中は。もう大変です。あと僕、皮膚弱いんで、ステロイドを手放せませんと。いつも使ってますと。今日も、あの、もう火が、皮膚が真っ赤になってか、かきましたよ。帰えちゃダメって分かってるのに。あと、独身ですね <laughs> で。仕事行って帰ってくるのが僕の日常です。でキホちゃんみたいに、恋人作って、リア充になりたいなと思ってます。 今の日常から抜け出して幸せという非日常を手に入れてその幸せがあるという非日常を日常にしたいと思ってますと、うん、常に思ってます、はい、でもねあと限られた時間の中で YouTube やってるのも、まあ、その理由の一つですよある意味ね、うん、非日常を手に入れたいわけです、はい、でも基本的にはそうやすやすと日常から抜け出すことはできないんですよねその いきなりトップアイドルと付き合うヤッホーなんてことはないんですよね。1億円当たって1ヤッホーなんてまあまあまあないんですよ、うん。だから基本的には変わらない日常がずっと続いていきます。ずっと。辛いこともあるし、ちょっと嬉しいことも時々起きます。そんな平凡な日常がずっとずっと続いていくわけですよ。でもね、人には持病という制限時間があるんですよ。 で肉体も衰えて死んでしまうし、ずっと働いてもいられないし、学校だって子供のままじゃいられないです。小学校から卒業して中学校、高校、大学、まあ、で就職ってなるわけです。ずっと同じメンバーでいることはね、ほぼ難しいわけですよね。うん。で、あとに、老人ホームに俺も入居するかもしれないしね。 明日交通事故で死ぬかもしれないしミ、ミサイルが飛んできて死ぬかもしれないし、あと病気で倒れて突然腹痛って言って倒れて入院するかもしれないし、はい、僕たちはね、変わらない日常はね、維持してられないんですよ。はいうん、幸せを手に入れる、ね、非日常は努力が必要なんだけども、不幸になる非日常は簡単に転がり込んできますと。なんなら努力しても現状維持すらできないかもしれないわけです。で 僕たちはね、かけがえのない時間をやっぱ生きてるんですよ。この映画の登場人物もそうで、主人公だけじゃなくて、脇役もまた主人公としてね、一生懸命生きてる姿が描かれています。で、いつだって死と隣り合わせの状態、不幸と隣り合わせだし、悲しみと隣り合わせの中で一生懸命、今という瞬間を大切に生きてます。それの一つ一つが伝わってくるから、感動するんだろうなと思います。もう正直ね、あの、 隣のトッチョちゃんですよもう俺正直ある意味まあちょっとジャンル違うけどうんその手を抜いてないんだよねその脇役までうんちゃんと出番の少ない脇役ですらちゃんと魂入ってるって感じになってんちゃんと描かれてんのよそのちょっと限本当に限られた時間の中でちゃんと生きてるってあの鼓動を鳴らしてるんですよねそういうのはちゃんと描かれてんですよその隣の取っちゃたんって とっとちゃんといい、いいね。でででもそうなんですちゃんと描かれてるんですよね、一つ一つ。脇役という主人公をちゃんと描いてるんですよ。うん。だからね、感動するんじゃないかなと思います。で、友達の栗原紀子ちゃん、ま,あ、まさにもうキーパーソンじゃないですか、まさに。容姿はね、普通にどこにでもいる普通の子だけども、まあ、彼,氏彼氏を作ろうと頑張っていたし、恋人になってからも一生懸命付き合っていたし、でやっぱね、 人間関係だから喧嘩していて泣いてさう,うまくいかなくて考え方が違ったりうん一だからうまく付き合っていきたいんだけどうまくいかないわけですよで恋愛の難しさもしてさそれとも友達と楽しんで前を向いて頑張ってそんな日常を懸命に生きてそして懸命に生きて一生懸命頑張ったすでに結局死んじゃったわけじゃないですか明日も生きたいと思って頑張ったけど日本の 守ろうとした攻撃に巻き込まれて死んじゃったわけですよ死ぬと思わないよね、うん。でも泣くよね、そりゃ。泣きますって、そりゃ。僕だって泣くし、友達が死んだら泣く自分だって自分が死んだって泣きますよ、はいで。人はね、死んだらどうなるか分かんないんですけども、でも世界は終わらないんですよね。生きてる人は死んで泣いてくれて、生き残った人は友達は泣いてくれるかもしれないけども、でも結局いつか忘れてしまうんですよ。 時々思い出してくれるかもしれないんですけども、でもその人たちも人生があって自分の問題に一生懸命だからずっとじゃいられないんですよ。でそ,れがそれは、ね、僕たち分かってるからやっぱ感動するんじゃないかなと思います。何でもない日常はですね、実は死と隣り合わせだと。みんな知ってるの、もう本当に分かってるんだよ。言われなくても。でも忘れちゃうんですよ。でも、 忘れなきゃいけないんですよ。なぜかっていうと、そんなことをずっと思ってたら何もできなくなるわけですよ。もう車の運転もできないし、そそ外にも出かけることもできないしね。はい。おいしいものも食べに行けないわけですよね。だから、デデデの物語を、えー、安全なところから見て、この僕たちの画面越しで見てさ、僕たちは自分たちの起こり得るリアルを体験して感動してるんだなと思います。うん。 そんな感じ本当に実はちょっともっとここら辺詳しく言いたいんだけども <laughs> 忘れちゃうんだよねここがねうん、うん、そう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 ,もう幸せって難しいんだよね幸せ実はさルフィがさ仲間がいるよっていうシーンあったじゃんあの失ったものよりも 数を数えるよりも今ある幸せを数えろとか言って仲間がいるよっていうシーンがあるじゃないですか。実は今この状態だってさ、日常の繰り返しで嫌だなって思ってたとしてもさ、幸せは今手元にあるんだよね、本当は。実はね、仮にすごい幸せ、例えば恋人できる家族できるとか子供が生まれるとかさ、いろんな喜びが手に入りましたと。で、出世したくて、 えー、出世できましたとかあの、就職したい会社に就職できましたとか、入りたい学校に入りましたって言って、入った喜びってさ、それが日々続くとさ、それが非日常がさ、日常に変わりの幸せを手に入れたとしても。うん。そういうことです。僕が冒頭で言ったことは。それがちゃんと描かれてるんだよね。それを描いて、 その作品で描くことによって見ている僕たちはそうそうそういうそうなんだよなっていう風に心で感じられるから感動するんじゃないかなと思ってるんで。うん。基本的にいい話ってちゃんと脇役一つ一つ手抜いてないんだよね。主人公活躍してますうーいいじゃないんだよね。ちゃんと脇役一つ一つ生きてんだよ。うん。描かれてんだよね。しかもその 素人のやりがちのさ脇役もすごい主人公級にもバリバリ時間取ってこの描くんじゃなくてそういうんじゃなくてちょっとの時間ちょびっとさっと出てくるそのシーンですらそのものセリフで語るんじゃなくてその表現で語ってるからちょっとの時間ですらその脇役の存在感をアピールできるんじゃないかなと思いますはいで 本当はここら辺をちょっと語りたいんですけども、ちょっとやめときます。長くなるんで。はい、でこの映画の魅力に関しては、まあ、以上になりますけども、ここからは細かい感想を言っていきますとで。まずはタイトルの意味なんですけども、デッドデッドデーモンズデスト d s d e s t は、僕は最初何残っちゃったと思いました。で調べてあの英語の意味を翻訳するっていう意味,で意味で調べていくと、まずデーモンですけども、どう考えてもあ、まあ、悪魔っていう意味だよね。デーモンうん。 どう考えても小山楓ちゃんのことだよなと思いました。で、話の中で小山ちゃんが何もしてないのに悪魔と呼ばれていじめられたって言ってましたけども、回想シーンでしっかりと悪魔を、悪者をね、殺すダークヒーローとして活躍していたので、ああ、そういうことかと思いましたね。<laughs> ああ、こういうことねと思って。そしてこれがデーモン、ずっと複数形ということは、デッドデッドと2回生きているので、まあ、2回死ぬこのか っってなってなるわけですでもデーモンズだからこれ2人だからひょっとしたら小山ちゃんもえー、っとツインテールの温タンも悪魔2人とも悪魔ってことになるのかなだからデッドデッドは2回死ぬって意味じゃなくて2人とも死ぬってことなのかなと思いながらもはいでデストラクションデストラクションっていうのは破壊破滅っていう意味らしいんですよねはい で、直訳すると、死んで死んだ悪魔たちのデデデデデッと破壊、破滅という意味になるんですけども、意味わからんけど、でも、二人の悪魔が死んでデデデッと破壊して死んだってことなのかなよくわからんね。ただ、僕もさっきも言いましたけど、原作読んでないんで、ネタバレはコメントなんで絶対しないでください。消します。ごめんなさい。これだけは、今回は消します。もう、物を見終わって消します。ごめんなさい。絶対やめてください。 <laughs> 絶対下手したらブロックするかもしれないからぜ、絶対やめてね <laughs>、はい。あと、うおーっと思ったのが、無抵抗の宇宙人を殺すシーンですよね。でしかも死ぬシーンもリアルで、液体が飛び出たところは、なんか、ね、ゴキブリのさ、腹股がブヤーって液体出てくるやつあるじゃない、まあまり気分悪い感じなんだけども、そういう気分になりましたで。これも映画の魅力とも言えますけども、やっぱ悲しい気持ちになりましたね。またこれを見て思ったのが、そのさっき、 もしゴキブリにも感情があったとしたら、悲しいっていう気持ちがゴキブリにもあったんなら、もう俺さ、ゴキブリ駆除できませんよね。本当に。ゴキブリって単体で動くこともあるけどさ、家族と一緒に動くときもあるじゃん。で、一匹倒したらさ、ね家族だって、うえーお父ちゃん、お母ちゃんってのやんね。もう殺せへんやん。もう、勘弁してよって感じですね。あと、小山楓ちゃんが、 人を傷つけたり、電車をね、吹っ飛ばしたりして、ダークサイドに落ちたシーンも、やっぱすげえ悲しい気持ちになりました。あ、そっちの方向に行くんだと思って見,見ちゃいましたよね。あ、ダークサイドに行っちゃったかと思って。うん。で、力をつけてさ、ちょっと顔つきも余裕できちゃったわけじゃないか。うん。そうすると、いじめっ子にね、逆襲するシーンがありましたけども、やっぱそれ見て思ったのが、やっぱり報復ってやっぱダメだなと思いました。報復ね。うん。 もうこの映画から学びましたよ、やっぱり。ダメだなと思って。うん。いや、悲しいわ。いや、無理だわ。いかんねん。で、やっぱ悲しいことだけど、やっぱり悪い奴を成敗するのは暴力じゃなくて、法律に任せるしかないなと思いました。もう法律ってすごいね。うん。もうそれしかないよ、悲しいけど。あとはもう変な奴に絡まれないように、日々気をつけるしかないわ。うん。 で、あと前半の日常シーンはほのぼのしてていいなと思ったんで、僕はあのままでも良かったかなって正直思ったんですけども、まあそれだけでも成立してるかなと思いましたが、まあもちろん今回のデ,デデーモンでもやっぱり、うん、いいと思います。ちなみに作者の言葉も言ってたんですけども、やっぱ日常シーンが終わる、変えるの嫌だなって言ってました、やっぱり。日常シーンでもやっぱ面白いしね。うん、あと余談ですけども、原作のオチと映画のオチは、 違うらしいんですよラストがねラストが違うって書いてあったんでもし原作を読んでいて、まあ、映,画映像化、ね、見なくてもまあどうせ同じ話だから見なくていいでしょうって思ってる人はダメですよ気抜いちゃだめです気抜いちゃダメです見逃せませんあとコミックスのカバーもビデ版だと今ならオリジナルカバーになっているそうなんであので浅野さんファンの人は買ってくださいらしいですはい あと、空人っていう話あるんですよ、空人。俺も好きなんですけども、映画化にもなった空人の話なんですけども、えー、続編が実は29話があって、28, 巻28話で終わってるんだけども、29話が実はあって、16ページの。で、それが、新相版のコミックスのところに入ってるらしいので、えー、朝のファンの方はそっちも見逃さない方がいいかもです。はい、あと、グロい描写もあるんで、小学生の子供に見せるのは、やっぱ少し考えてから映画館に連れていった方がいいと思います。 あとさらに余談ですけども、主人公グループにいたデモとアイちゃんが泣いてる顔に俺僕もすごいポロリとしました、はい。ちょっと何気に好きかもしれない。あとクリスマスで家でね、弟たちといて、で、<laughs> 4なんだったっけ ?4 なんだっけ黒くなってるけど <laughs>、あれ何があったんだって感じだけどね。<laughs> あれも好きだし、で、みんながそれで笑顔になってるシーンも好きだったし、 あと、ひだまりんちゃんが友達の喧嘩を丸く収めるシーンも好きだし、私、あの D L、DL BL 大好きですっていうシーンも好きだし、はい。基本的に、ほのぼの、あの、ほのぼのシーン、俺結構好きです、かなり。はい。あなたの好きなシーンはどうですかありますかちょっとぜひ、そこら辺をコメントで書いてほしいです、マジで。必ずコメント返しますんで。そうですね、まあ、それぐらいだよね。あと、驚いたのが、その、実は、 温旦も実は昔はなんだ楓ちゃんみたいにちょっとおとなしい子だったんだけどもあのものによってねなんか性格が変わったのか知らんけどあそこのシーンもびっくりしたしあと俺思ったのがさその恩旦さ車を運転してたじゃんあれどういうことなんだろうねそのいやどうしようかな知ってる人はコメントで教えてって言いたいところなんだけどそれがネタバレしてしまうであればちょっとやめてほしいんだけども そこは知ってるよ。あの後半見たらきっとわかるよっていう、そういう情報だけはうちコメントで書いてくれるとありがたいです。ネタバレする感じだったら、また、ネタバレと全く関係ないんだったら教えてほしいんですけども、あれどういうことなんですかね。車を普通に運転してたよね、最初。高校生なのに。あれどういうことなんだろうね。知りたいな知りたい。うんまあ、他にもいろいろありますけども、まあ、それぐらいですね。あと、コミックスの絵、やっぱ綺麗だよね。本当に。 やっぱコミックすげえ。えー、映画もすごい。うんまあ、今後どうなるんですか第2部もあるんで、まあ、絶対見に行くけど、まあそんなとこでしょうか。はい。じゃあ最後まで聞いてくれてありがとうございます。以上です。まあここちょっと他にもいろいろ言いたいけど、まあちょっと長くなるんでここら辺にしときます。またなんかコメントでくれたらもう最高です。あといいねと登録ボタンを押してくれるともう大好きです。あの、ここの中でも、 もうキスマークを送りたいぐらい。うん。そんくらい。いいねにいいねしたい。はい。ぜひお願いします。まあ、ちょっといろいろ頑張っていきますんで、もうぜひぜひ応援してください。あと僕、あの、明日、オッペンハイマー見るんで、はい。またで、ね、も、これ仕事あるのから、まあ、仕事あって終わってから映画見るわけですよ。だから遅くなるから、もうすぐ出せないんだ、これがまた。その次の日も仕事あるしね。うん。悲しいことにね。悲しい時って感じなんだけども。はい。なので、 あのぜひぜひ登録ボタンを押してぜひ今後の僕の感想も聞いてくださいお願いします本当にお願いしますはいじゃ以上ですありがとうございましたまたねバイバイ